今回はですね、いろんな人間関係において今のあなたで大丈夫ですかっていうお話をしたいと思います。それで3つのパターンのね、状況でお話をしたいんですが、1つ目はですね、今大切な人と揉めている、いざこざが起きている方、その人とどうしてもやり直したい、昔みたいに仲良くもう一回やりたいとかですね、今は喧嘩してるけどっていうことですね。で、2つ目がですね、もう誰かと別れてしまった、振られたり自分から離れてしまった、その相手ともう一回つながりたい、復縁したいっていうパターンですね。そしてもう一つ、もうすでにもう縁が終わっちゃったから、そこはもう諦めて新しい人とこれから出会っていきたい、新しい人にちょっとねかけてみようとかね、そういうふうに考えてる、そのどのパターンの時もですね、今のあなたで大丈夫ですかっていうお話なんです。今のあなたで大丈夫ですかっていうことは、またですね、同じことを繰り返しませんかっていうことなんです。ずっとですね、その前の自分と今の自分が変わってなかったらですね、大抵の場合がまたうまくいかないんですね。なんとか今つなぎ止めてもう一回やり直そうねって言って、またねこう二人の関係が続いたとしてもですね、自分が何も変わってなかったらまたですね同じことが繰り返されるんですね。そしてそれは一旦別れた人ともそうですよ。一旦別れた人がいて、どうしてもその人のことが忘れられないっていう方いますよね。去る者は追わずって言うけど追いたいんですみたいなね、どうしてもあの人のこと忘れられなくて、いつかまたね復縁できないかなと思ってますっておっしゃる方いますよね。そのあなたはその前のその別れた時のあなたと何か変わってるんですかってことなんです。今のあなたはあの時と変わってないんだったら、その相手と復縁できたとしてもまた同じことですよっていうことなんです。そして最後のねパターンの、これからの出会いに期待するっていうね、もうそれ一見すると前向きみたいないい感じに見えますけども、じゃあそこでその前の人との別れで何か気づいたり何か学んだり、あの時の私はこういうことをしちゃってたなとか、こういうふうにあの人と関わっちゃってたな、だからいざこざが起きちゃったなとか、結局こうやって別れが来ちゃったなっていうね、それはもちろんこの自分側だけがね、何かそういうことを反省しなきゃいけない場合だけじゃないですよ。相手だって悪いこともありますからね。でも自分も何かしらその一つの出会いと別れによって人生勉強をしたっていうことの自覚がないとですね、次また新しい人と出会っても全く自分が変わってない状況だったらですね、同じようなねことが繰り返しになっちゃうんですよ。それは私もね過去本当に経験してきたから言えることなんですね。それは恋愛でもそうですし、あと友達関係もそうです。あらゆる人間関係においても全て共通していることなんですよ。でその中には親子関係ももちろん含まれてます。親子関係もいろいろいざこざがあってね、親の立場であったり子供の立場であったりね、いろいろありますけども、本当に双方のね、もうそのいろんなこの人生の気づきだったり学びがないとですね、ずっとお互いが同じ状況だったら本当にですね、もう関係が悪いまんま永遠とそれ続くんですよね。そしてね、たまにこういうことを言われる方がいるんですよ。今度こそいい人と出会いたいですみたいな、なんかその言葉っていうのは本当にこうね、自分のことなんか何もですね顧みてない言葉ですよね。今度こそいい人と出会いたいっていうことは、過去のあの人はいい人じゃなかった、ひどい人だった、私何なこと言ったしね、私何なことをねやったんですよってね、行動とか言葉とか、だから私が犠牲者なんですっていうことなんですね、大前提に。だから今度こそいい人と出会いたいんですって、たまたま前の人は良くなかったからっていうことなんですね、そういうことを言われる方っていうのは。でもですね、やっぱり自分も何かしらその前の出会いと別れで、さっき言ったように気づいたりとか学んだりとか人生勉強をちゃんとしとかないとですね、次の人と出会っても同じことなんです。そしていい人と出会いたいって言ったって、相手がじゃあもしですよ、ものすごくねいい人で本当に優しかったり穏やかだったり、ものの見方とか考え方がちゃんとしてる人と出会ったとしても、自分がまだ全然未熟でその人と釣り合うような考え方とか生き方ができてなかったら、自分がその人との関係をまたこじらせちゃうんですよ。自分の未熟さ、自分が過去の人たちとやってたようなごちゃごちゃ感、なんでこういうこと言ってんの、なんでってね、そういうことがまたすぐ出てきちゃうわけなんです。自分が全然成長してないと。
っていうことは、どんな人と出会ってもまた自分からその関係性を崩しちゃったり壊しちゃったり、そしてまた結局別れが来ちゃうっていうことがね、本当にあるんですよね。だからですね、相手に良さを求めるんじゃなくて、まず自分が一つ一つの出会いと別れからいろんなことを気づいて学んで人生勉強していく、あの時の自分と今の自分は違うっていうね、あ、いい自分になれてるっていうね、実感が持てるようになったら次の出会いとかですね、まあそういうふうにしていかないとですね、自分は何も変わらない、この運命のせいだとか人生のせいだとか、あの人が悪いんだわとかね、あの人がちょっと癖があったから私とうまくいかなくて私がこんな傷つけられたんだとかですね、全て自分が犠牲者というその考え方とか、相手が全部悪い、人生のせいだってなっちゃうとですね、もう何もいいことがですね起きないんですよ。だからいつまでもですね、周りのせい、いろんなもののせい、あの人のせい、これのせいってね、そういうふうに生きてると、そういうふうに考えてると、自分はいつまでも本当にいい人とつながれない。いい人とのその関係を継続できない。だからいつまでもなんか悶々としたり、もうイライラしたり、悲しかったり、泣いたり、もう嘆いたり、もう人生が全く良くなっていかないっていうことなんですね。だから今のあなたで本当に大丈夫なんですかっていうことを、どうか自分をちょっとチェックしてみてくださいっていうことなんです。今誰かと新しい人と出会った時に、あなた本当に今のあなたで大丈夫ですかってことなんですよ。過去のあなたと同じじゃないんですかってことなんです。今誰かとの関係が悪くなってるからとかね、もうあの人と縁が切れそうだから、あるいはもう切れちゃったから、私一人ぼっちになっちゃったから、誰かがいないと私寂しいから早く次の出会いみたいなね、すぐ次に移ろうとすること自体が本当に良くないんですよ。だってそこから何も学んでない状況ですよね、すぐ次ってなると。だからそこからちょっとですね、時間を空けて内観するっていうことなんですよ。今回のこの出会いと別れによって私はどういうことを勉強したのかなって、これってどういうね、意味があった出会いだったんだろう、別れだったんだろう、そうやって自分をちゃんと内観して振り返って、あ、私ってこういうとこあったなとか、でそれは最初も言いましたけど、自分ばっかりが別にね、悪いばっかりじゃないんですよ、世の中のこの人間関係で。でもその中で自分のいろんな言動とかもやっぱりある程度はちゃんと振り返ることが必要なんですよね。恋愛関係で何か振られたとかごちゃごちゃなった時は、私はその相手のことをちゃんと見てたのかなとかですね、あの人のことを変に擁護して、いや自分に都合のいいようにね、いやあの人はいい人だと思い込んでなかったんだろうかとかね、いろんなことをちゃんと冷静に見るっていうことが大事なんですよ。そして結局人生なんてとか、私の人生はもう終わったって、もう投げやりになって、もうね、自暴自棄になるとかね、もうそんなことはですね、本当にただ自分がそういうふうに持っていっちゃってるだけっていうことなんですよ。だから冷静に客観視して、あ、私はこういうふうにやってたな、でも相手もこうだったよなって、お互いをちゃんと冷静に見て、あ、この一つの恋愛でとか、この一つのね、誰かとの関わりで私はこういうことをね、気づけたって、じゃあ次の出会いではこういうことはもうね、ちゃんと反省してしないようにしようとか、相手のことをちゃんと見ようとかね、あ、勉強になったなっていうことで次に行くっていうんだったらいいんですよ。でもそれがなくて、もう今寂しいし、もう辛いから、私一人ぼっちだから早く次の人と出会いたい、誰かいい人いないかな、じゃあ全然いいことはないですよっていうお話でした。では今回もありがとうございました。